600の鐘を迎えます。さあまだ動きはない。2番の小島が後ろの様子をしきりに伺っていますが、4番手からここで動いた1番の小川、1番の小川に合わせるように2番の小島も踏んでいく。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。1番の小川が先行していきます。2番手は5番の望月、3番手は7番の宍戸、難関勢ができて4番手に入ったのが2番の小島、その後ろには4番の宮本が続いて、さらには6番土屋と3番中島、バックストレッチから3コーナー、1番の小川が先行です。2番手5番の望月ぴったり追走、その後ろ7番の宍戸も続いている。4コーナーから直線、小川が先頭、追ってくるのは望月、小川が押し切るか、小川が押し切りそうだ、ゴールイン。2着5番